来ました、さあ来ました、はい、皆さんお待たせしました。今日のタイトルネームがなんとなんとあやてつ。そうなんです。ああ、今俺が言おうとしたのに取っちゃった取っちゃった。今俺はそうなんですって言おうと思ったけどそうなんです、あやてつなんですよ、はい、これちょっとえってなんか聞いたことあると、このあやてつと何ヶ月、1ヶ月、2ヶ月以内にありましたね。ありましたね、2回ほど。デジャブですね。デジャブだよさあ来てくれました、はい、じゃあ紹介したいと思います。7月のマンスリー MC になっていただいたセントフォース所属、そしてフリーアナウンサー北川愛ちゃんです。どうもよろしくお願いします。北川です。ポポ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 ポーンそうなんです。俺いたまさかね、いろんなご縁で7月いいよと、ゴゴフトに出てもいいよと言ってくれたんでね。はい、ありがたいです。本当いやいやじゃない。違います、違います。しかも7月ね、5回ありますから。5回もあるよ。そうなんですよ。あ、ちょっと声が入ってきた。お、あらまあもう作曲ですね、はい、今日はですね、まあ北川屋スペシャル。違う、間違えた、間違えた、違いますよね。違う違う、初回北川屋さんを含めた、はい、新生ゴーフトのふさわしいゲストをお呼びしました。川越が生んだ元 J リーガー、浦和レッズで、あと愛媛、あとはいろいろね、もう活躍の場を広げて、今は川越でフューチャーというサッカーを経営をしている千島登録さんです。どうもよろしくお願いします。どうもどうもどうも、ふさわしい。ふさわしいですか。ふさわしい、うん、もうだといいんですけどね。もうこれ、チッシーが7月3日来てくれるってなった時に、はい、俺どんだけ LINE で喜んだか。いやいや、こちらこそありがたかったですね。え、はい、で、あやちゃんだし、はい、初回だし、これはなんかせっかくだから、うん、赤の感じでいけたらなーと思ってたら、うん、なるほど、声かけてみたらやっぱりいい男。とんでもないですもうそういう形で今日は初回を、はい、まあ楽しく、はい、いろんな話で、で、あやちゃんは、うん、チッシーとは初め、初めましてましてです、ね、初めましてね、はい、もうどうですか、いい男。めちゃめちゃ素敵です。ねえ、もう髪の毛投げして、もうラテンねえ、何人だっていうぐらいラテン系の感じが出るんですけども、踊り出しそうですよ ね、 ね、そうです、濃いですからね、あんまり日本人にもう濃すぎる、はい、でもね、チッシーをね、こういろいろ調べると、はい、髪の毛短い時も出てくるんだよ。若い時ですね、うん、はい、あれもいい男だよ。そうすか、 あれいい男、うん、そうそう、切ろうかな早い、決断が早いできる男まあそういう形で今日はね、楽しんでいきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします、うん、お願いします。まあどうしよう、最初ね、何について話そうか。なんせ僕の台本がない、フリートーク。そう、まだまだ時間たっぷりありました。あ、そうだった、押してないあ、その3秒になっちゃったそうなんです、そうなんです。まあ、ちょっとこういう風にね、ちょっと舞い上がっちゃうんですよ、やっぱり、うんうんうん、このね、どうですか。あ、逆にチッシーどう。いや、僕は北川ちゃんどう。いや、もちろん初めましてなんですけど、会うのは初めましてなんですけど、うん、やっぱりGGR とかで一方的には見させていただいてたんで、あ、この人かっていう感じですね。そうだよね、水井さんの隣にいらっしゃる方ですよ、ね、そう、ね、いらっしゃった方ね、もう何人もいらっしゃる方、確かにね、もうね、そうですね、何十年もやってるからいっぱいいるらしいんだけど、まあその中でもね、もう一人、もう一人、もうピカイチの、素晴らしいですね、うん、もうだって、光栄です。前回俺ラジオで言っちゃったんだもん、 GGR 史上最高に綺麗なあ、もうこれ他のね方が聞いたらこれは申し訳ないいや、でも本当そうですよね。そうでしょ、はい、嬉しいよ。だから今日はね、そういう話で、まあ、レッツの話もさ、はい、しつつも、そうです、まあ、ぜひ、ね、はい、まず父が初めてもしかしたらこうね、ラジオを聞く人だったり、島通るって川越、俺も川越だけどどんな方だっていうのもあって、ちょっと経歴から今の仕事まで、はい、ちょっとざっくり、ざっくり、うん、そうですね、川越で生まれまして、うん、幼稚園からサッカー始めたんですけど、早い、ひまわり南幼稚園、はい、ひまわりね、でその OB となるひまわりサッカークラブで小学校1年から6年まで、6年間サッカーやって、中1から浦和レッズのジュニアユースに通い始めました。で中学校と高校の3年間ずつ、計6年間浦和レッズジュニアユースと浦和レッズのユースで、プレーさせていただいて、そのままトップ昇格させていただいてから、浦和レッズで7年間ですね、プレーした後、
残りの3年は愛媛 J2 の当時愛媛 C に3年プレーして、10年間 J リーガーとして、活動させてもらったと引退しました、はい、もう要はさ浦和レッズが長いよね。いや本当ですよ、生え抜きってことですよね。あ、そうですね、はい、それもあれだよね、ユースっていう浦和レッズのユースができて、うん、で第何期生、僕が中学校3年の時にジュニアユースとして1期生だったんで、うん、僕が中学校1年の時に入った時は浦和レッズジュニアユースっていう名前じゃなかったんです。そうだよ、なんかそれ聞いたよね、はい、前回も聞いたんだけど何だったっけ。浦和スポーツクラブっていう名前で、はい、正式なレッズのチームではなかったんですね、はい、で1年間2年間そこで、活動した後3年の時に初めて正式に浦和レッズのエンブレムをつけたユニフォームを着れて浦和レッズのジュニアユースっていう形になったので、そういう意味では1期生なのかもしれないですね。あ、なるほどね、ちゃんとして浦和レッズってなってる。そうですね、はい、でユースからトップに、はい、昇格した選手の第1号1号なんだよね。はい、ありがたいですね。だからレッズからしても、うん、もう千嶋徹っていうのは生え抜きでジュニアユースユースから来て、うん、もうさあ彼をトップにってね。はい、そうですね。でも同期もね、これがまた浦和レッズの同期、プロのトップチームの同期も、これまたね豪華なメンバーがいるんだよね1年目の同期、全く同い年で一緒だったのが鈴木啓太。はい、来た。啓太ですね。はい、来た。啓太さん。すごい。で、年は上だったですけど、他のチームから移籍されて、一緒に入ったのが、元鹿島から来られた阿部さんと。ああ、俊之さん。俊之さん。おお。あと、室井知恵さんです、ね。室井知恵さん、はい、来た。その、あと、岩本君とか。岩本俊二も。岩本俊二君もね、ユースから一緒に上がった、ね、そうですね、はい、岩本君は今深夜で一緒にサッカーを、あ、そうみたいね、対戦相手みたいですね、そういうのでコミュニケーションは取ってんだけど、はい、すごいよね、そういうメンバーでしたね。どうこのメンバー、はい、いやもう素晴らしい方たちばかりで、ね、当時こう皆さんどうだったんですか、関係性は仲良かったですか。あ、仲良しでしたし、うん、ケイタとは1年目から寮の部屋が隣の隣だったんで、うん、よく行き来して、はい、あとは1年目同士で同級生だったんで、うん、お互い車乗り合いながら練習場行ったりとか、出かけたりとか。どっちの車？ケータの車が多かったっすね。あ、多かった。じゃあ乗っけてもらう側だ。まあなんかちょっと想像するわ、乗っけてって。はい。そんな感じでしたね。寮ってあそこにある寮、ずっと変わってないところ。行ったことあります？車の前通ったことある。私もあるよね、なんかレッツのちっちゃいなんかこの荷物運ぶようなトラックみたいなのがあって、はい、あ、ここかって言われて、白い建物のところですか。あ、そうですそうです、3階建てぐらいの建物で、はい、大原サッカー場から 3,4 分ぐらいですか、ね、そうだよね、近いよね、与野駅と大原サッカー場の間ぐらいにあるところですね。あ、じゃあもうそこで、あそこで2年間過ごしてました。ケータ、トップチームに上がってから2年間。あ、そうですそうです、トップチーム上がってから。はい、なんか昔の思い出とかないですか。思い出ですか。夜中抜け出したりとか、門限までに帰らなかったとか。もう時効だよね。もう時効時効時効。もう、はい、時効だよ。10時門限だったんですけど、はい、車免許取って当時三菱の車乗らせてもらえたんですね。お、例えば何車種は。免許取るとパジェロとか。おお、パジェロ。1年目の新人はいきなりパジェロってわけにはいかなくて、なるほど、まあ、試合にこう出れるようになってくるとどんどんランクが自然と上がってくるって感じだったんです。で僕はね、最初何乗らせてもらってたんだっけな、リンゴっていうちっちゃい軽みたいな車から大体始まるんです、みんな。あ、みんな同じように、はい、で免許取って、じゃあ通る初めて車来るぞって言った当日の日に、うん、僕も抜け出してしまいまして、うん、でもやっぱり寮のおじちゃんおばちゃんはもう誰もが通る道なので大体分かってるんです。あ、もうみんなね、うん、若いしそうです、ね、同じこと多分やってるだと思うので、家出て10分ぐらいしたら寮から電話がかかってきてやばいやとやばいと思ったけど、もうバレてるんで、はい、出たらトロちゃん早く帰ってきなさいって怒られて、うん、すぐ帰りました。あ、失敗に終わりました。あ、最初はね、はい、もう最初は失敗で終わったんでね、はい、もうでもいろんなね悪知恵が働いてくるから、いろいろこう
そうですね、いろんなことを覚えて先輩に教えていただいて、工夫錯誤試行錯誤しながら、はい、成功したとできるようになっていきました、ね、はい、やっぱ当時はね、まあ、やっぱちょっと違うんじゃない 今みたいなのよりかはもう少しこうねぬるいっていうか、ゆる、ね、ちょっとゆるいっていうか、はい、今よりかはそうだよね、まあ、それもその時のあれでしょ、やっぱ思い出のいいあれでしょ、うん、今となってみればそうです ね、はい、だってもしさ、はい、鈴木啓太さんと千島徹がこれ二人で街繰り出したらこれダメだよ、うん、これダメだよ、あっちゃもう朝方とか帰ってきちゃダメだってそうですよね、そうだよね、みんな注目ですよ ね、 そうよね、なんだこのイケメン二人はってというよりスポーツ選手がやっぱりね、体第一で仕事してる選手たちなんで、朝帰ってくることがよろしくないですよね。そうだよ、ちゃんとカメラに近寄れ、ちゃんとカメラ見たすいませんでした謝っちゃったまあやっぱそうですよ、うんうん、まあ、でも練習はもちろん、もちろんそうです ね、 ね、はい、ベスト尽くしてやるのがプロなので、うんうん、はい、あの時さ、その当時自分が入った時のその看板選手っていうか、そのスター選手っていうのはレッツでは、ね、僕が入団した時にやっぱいた、まあ、ずっと小学校というか自分が浦和レッズを知ってからずっと憧れてたのはもちろん福田正博さん、あ、ゲットゴール福田さん、福田さんに初めて会ったのも川越で、今の川越陸上運動公園競技場が設立された年にこけら落としで浦和レッズ対横浜マリノス、日産マリノスでしたか、当時日産、そうだね、はい、の試合があったんですよ。でまあ、やっぱり地元の方は無料招待されて行くとこうフラッグもらえたんですよ、うん、レッツの。でもその時にはもう自然と好きになっててファンにやっててレッツの、レッツを、やっぱりその時に福田さんゴールしたんだ、 2-1 で勝って、うん、もうそこからずっとレッツ福田正博に憧れてサッカー始めたんですけど、やっぱプロになってからその方が同じチーム目の前にいらして、もうずっと大人になってもその気持ち全然変わらなかった。変わんないんだ。もう憧れの福田正博としか、一緒にずっと練習とか試合もさせてもらった時も全然変わらないです、その気持ちのまんまでした。まあ、あとは小野伸二さんとか、まあ、永井祐一郎さんとか、はいはいはい、1年目はそういったメンバーいらっしゃいましたね、はい。まあ、後に、エメルソンとか、あ、もうあれ、ね、ワシントンとか、あ、トントンね、ポンテ、ポンテンね、はい、僕の2つ下に長谷部誠、あ、あ出てきた、どんどん、ああもうこれ、はい、出てきた、いっぱい田中達也とか、ああ出てきた、そういうメンバーと一緒にやらせてもらってた、今思い返すとめちゃすげえなって思います。すごいね、なんか信じられないですね、今思うと。一緒にやってたんだっていう、本当にやってたの今の思い出せる、んその練習のさ一風景あったり、うん、ロッカールームでのさそういう場面っていうのは記憶に残った？あ、全然もちろん覚えてますよ、はい、隣、ロッカーの隣が永井さんで、朝行くといつも茶化されてなんかとトルの歌とかつってなんか替え歌をずっと歌ってくるんです、隣で、うん、いじられてた、ね、そういう朝から始まって、あ、それ朝から、ね、もう練習とかのね、練習前の、うん、はい、でも楽しい雰囲気でみんなすごく和やかに、先輩後輩もあんまりなく優しい方ばっかりでした、ね、レッツは。一番厳しかった方を覚えてるのは？厳しい、うん、厳しい厳しい厳しいないのかな、もっと選手ではまあ厳しいというか意識高い選手はもちろんいらっしゃいましたけど、スタッフとかですよね、コーチングスタッフとか監督とか、うん、怒られてたことはあります。そうだね、はい、昨日前何時まで遊んでたんだと。そういうのはなかったです。なかったか、はい、ないよね、そりゃそうだよ、そんだけのメンバーでそんなことできるわけがないよ、はい、でもどう、あやちゃん、うん、このメンバー、いや黄金期じゃないですか。ああそうですよ、そうですね、もう完全だよね。え、うん、監督は僕が一番記憶に強いのはオフト監督で、あ、恩師と自分の中でもあるんですけど、うん、後にクラブを優勝に導いたのは最終的にはあれです、ギド、ギドブフは、あ、はい、あ、ギドとか被ってる、
かぶってます。3年かな、3年一緒にやらせてもらってます。プレイヤーとしてはもちろんいなかったでしょ、もうギドは。はもちろん、はい、いなかったよね。僕がもう小学校中学校ぐらいの時に現役されてて、上がった時はもう敗因に対してドイツからやってると。はあ、黄金期だ。ですよね、うん、そうですね、あの時ぐらいですよね。いやでもあれじゃないですか、浦和レッズ好きな方たちもその年代はみんな好きなんじゃないですか、うんうんうん、前の方ですか。いや、その今のメンバーのその時期は。ああ、そうですよね。そう、結構内容が濃かったシーズンだったので、みんなそういう記憶が強いと思います、はい、じゃあ1年、まあ、優勝したのはじゃあ最後の方ってことだよね、ギド。そうなんです。そうだよね、正式確に言うと僕が優勝した年の2006年の夏に愛媛に移籍してるので、実は優勝メンバーではないんですよね。あ、途中で、とその年シーズンの途中で一足先に愛媛に移籍しちゃってるので、僕が浦和レッズのあのリーグ初優勝を見たのは愛媛です。うわまあ残念というか、でもなんか嬉しかったですね。あの四国の土地から、うん、あのもこ今シーズン途中までいたレッツがやっぱ優勝した姿ついに来たかっていう感じだったんで、うん、はい、その中で自分も揉まれながら、そうですね、そこに入れたら入れたでね、またそれは良かったと思うんですけど、うん、はい、でも嬉しかったです。そうだね。どうどうってどうってどんな振り方だよって思うんだけどいいね。いや、でも今までね、自分がこう在籍していたチームがそうやってやっぱり優勝っていう形をね取ると本当に嬉しいですし、連絡はその後皆さんと取ったんですか。あ、取ったりしましたし、うん、まあ、僕はそのやっぱり生え抜き、うん、さっきの話じゃないですけど、中1からずっと浦和レッズとして選手として活動してたんで、うん、何年だ、中学校3年間、高校3年間、13年ずっとレッズでいさせてもらってたんで、結構特別ですよ、僕の中でも、うん、そりゃそうですよ、うん、もう忘れられないというか。そうですよ、毎回言うんですけど、僕この赤い血は自分の中にレッツの血がずっと流れてると思ってるんで、はい、今でも、うん、おかっこいい、はい、だから特別ですよね。そうだよね、そりゃそうだよ、はい、まあでもすごいメンバーでやってきたね、やっぱ今や、ね、改めて聞くと、振り返ると本当そうですよね、改めるとそう思いますね。ね、うん、で最近、まあ、一気にちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、今自分がやってるクラブ、うん、ジュニアユースのチームでこの間浦和レッズさんと練習試合させてもらったんです。お、レッズランド行って、ジュニアフューチャー、川越フューチャー対浦和レッズジュニアユース U15 同士で、おお、うん、一応ね1年に1回ぐらい、本当にもう向こうはトップレベルのチームで、僕らはまだ3年目で本当に下の下の下なんで、本来であれば、ね、試合とかできないぐらいのレベルなんですけど、まあまあそういうつながりがあるのでやらせてもらったんですけど、0対17で負けてきました。もう一回ね、何対何？0対17ですね。わー、どうしたんだろう、ラグビーで見たるから。30分かける3本やったんですよね、うん、はい、その合計で、合計で05、06、06ちゃんと覚えてる悔しさを。いやでも、うん、本当になかなかできない経験なので、うん、選手たちももともと勝ってほしいっていう、もちろんやるからには勝ちたいっていう気持ちで臨みますけど、まあ、そこよりもやっぱりそういう選手たちとそういう環境でやらせてもらって何かをこう感じてほしいというか、うん、自分の明日につなげてもらいたいっていう一心だったんで、それさえ彼らに何か あれば全然大丈夫です、うん、はい。子供たちもそうだと思うんですけど、千島さんご自身もやっぱり思い出深い試合だったんじゃないですか。そうですね、コーチングスタッフもみんなそういう当時、うん、お世話になった先輩方がもうほぼ全員なので、うん、内館さん、あ、いい、土橋さん、はい、ジョージョさん、おー、あと宮沢さん、はい、はい、福永さん、ああ、はい、もうじゃあ一個あの上の世代の、あ、そうですね、僕はよりはちょっと上の世代の方たちが今ジュニアエース、うん、メインで見られているので、もう
みんな知ってる子たちで、そのメンバーの方が今ジュニアユース見てんだ。見てらっしゃいますね。あら、はい、素晴らしい。選手たちも幸せですよね。すごいね。あ、本当にもう浦和レッズの、あの当時のまあスター選手だよね、福永さんもいたりね。いや本当レジェンドたち、ね、レジェンドたちが今、はい、ジュニアユース教えてんだ。教えてますよね。ほう、いや感慨深かったでしょですね。まあ自分は川越の地元のチームとして戦ったんですけど、うん、それでも向こう試合終わった後にやっぱジョージョさんたちも、あの相手のチームはこういうチームだからリスペクト持ってしっかり戦えようって言ってくれてたみたいで、うん、素敵、素敵もそういうの、うん、ありがたいですよね。サッカーっていいですよね、うん、相手をこう尊重し合うっていうのはやっぱりずっとあるし、僕らはもともとリスペクトはしてますけど、うん、向こうがね、あのそういう風な気持ちでやってくれるっていうのはすごいありがたいなっていう気持ちでいっぱいの一日でしたね。あ、いい話。もうこれエンディングですよ。まだまだ、もうこれ以上のいい話もうこの後ないと思う。まだまだいっぱい持ってる。あ、本当、はい、ちょっと早かったですかこの。いや、いい話聞いた。転換するのが、ね、うん、でもちょうどねそういうあのレジェンドの話がして、まだまさかそんなところでもね、つながって、だからもう僕がレッツに所属してたのが20年前ぐらいの話なんですけど、うん、今でもそうやってこうつながりを持ってこうやらせてもらえるっていうのがすごい幸せですね。そうだね、子供たちも嬉しかっただろうね。だといいですよ ね、 ね、まあ、でもテンション上がってましたし、やってやるよってなってた、なってましたし、うん、保護者もやっぱ普段よりちょっと多めに見学に聞いてそらそうだよね、はい、そういうのはやっぱありますよ ね、 ね、はい、そう今の話も出たんだけど、島君は今川越でフューチャーっていう、はい、もうサッカーチームではチーム持ってて、ね、スクールもやってるっていう、はい、カテゴリーはどっからだ。もともとはジュニア年代のスクールからスタートしたんですけど、今は社会人のトップチームと中学生のジュニアユースチームと、小学生はチームではなくスクール、なのでジュニアスクール、ジュニアユース、社会人チーム、はい、3カテゴリー。わあ、はい、力入れてんね、いろいろ頑張ってますね、はい、あの自分があの教えてるサヤマゼリアの、あ、ね、春とかそうだよね。あ、そうですね、あのそうです、アゼリアさんからも3人ぐらいいるよね、来てくる、みんなテクニシャンス。あ、本当、はい、面白い選手。だからチッシーのがね、そういう、あ、どういうプレイヤーか、あやちゃん知らないでしょ、チッシーがどういうプレイヤーか、当時ご本人の口から。そうだね、自分はどんな、っていう、あ、自分で言っちゃった方がいいかもしれない。俺はって思われてんのと自分で思ってんの違うかもしれないですけど、うん、そうだね、まあ、見た目がそんな大きくないですし、J リーガーの中でも多分もう絶対小柄の方なんで、そうだね、どっちかというと70センチなんで、うん、もうそういう選手だったら大体スピードとかテクニックで勝負するしかないので、そういうタイプだったはずです。あ、もうテクニックある顔してるもんね。もうどっちかって言ったらもう南米系な、なんかさ、南米ですか。もうだってそんな感じしか見えないし、うん、でも本当に今もあの自分がそのクラブで目指してるサッカーがまさにブラジルサッカーを目指してまして、あ、そう、やっぱり一人一人の個々 の、 あの柔軟なアイデアとプレーで、こうよく分かってても取れなかったって言うじゃないですか。僕は分かってても取れなかったじゃなくて、分からなかったぐらい の、 あの相手の裏書いてゴールまで目指すっていうサッカーを最終的にはしたいんですけど、うん、はい、もうやっぱりだから技術重視でいろんなアイデアを、あの引き出しを持って、相手がこうドリブルで来ると思ったらパス、うん、パスされるのかなと思ったらドリブルで来るみたいな、うん、もう本当に何が何だか分からないって守ってて思わされるようなサッカーを目指してます。マリシアだね。マリシアですね。もうブラジル、ポルトガルを騙す、はい、そうですね。まあそんな感じで、もうじゃあ技術重視でね、はい、でも子供たちやっぱりそうなると育成っていう概念もありながら、はい、あの逃げ道じゃないんですけど、やっぱり僕ら始まってやっぱり地元だと今 1FC さんとかもう10年、うん、20年って経歴があって、うん、もうトップレベルの、まあ、そういうクラブに比べたら全然まだまだ下なんですけど、なのでこう公式戦とかで当たってもなかなか勝利にあのこぎつけることが難しいこともあるんですけど、でもチームの勝利
よりも僕はその個人がうちのクラブを卒業した後自立できるというか活躍できる選手の育成が一番の目的なので、まあ、結果も一番大事なんですけど、それ以上にあの個々の選手の育成を大切にしてます、はい、いやもういい話聞きちゃったからねさあエンディングの違うよね。でもそうなんです、そういう形でチームの、はい、の育成だったりね、子供たちはスクールで、はい、ジュニアはね、そうですね、でジュニアユースはもうチームとして、そうですね、チーム作りで、社会人のチームを持ってるっていう、はい、大変だよね。ご自身もその指導しながらプレイヤーとして、はい、僕、あ、いやいやいや、3年前までは社会人でプレイヤーやってたんですけど、はい、今ちょっとジュニアユースが始まって、うん、もうちょっとそっちに監督として専任してるので、はい、ちょっとなかなか動ける機会がないので社会人はもう今外れたんですけど、3年前までは若い子たちに混じって頑張ってプレーしてました。永井さんみたいにね、ゆうちろくんは今でもね、すごいっすね、県三部で、ね、選手兼監督でやってるからね、すごいですね、マジ尊敬です、ねね、はい、自身もちょっとね昔の3年前はねもう黒いヘアバンして、はい、ね、プレイしてたよね。そうですね。あ、そうだ。何度か練習試合させてもらいましたよね。そう、一緒にやったりして。てか、そういったイベさん今でもやってますよね。いや、僕なんかもうあれですよ。あれ、この間。この間もやってきましたよ。全国？全国行けません。行けなかったんですね。行けません。やっぱなんだろうね。まあやり続けてますけども。まあそれはね、もうあの単なるあのおじさんの玉蹴りだから。いやいやいや。ポンって蹴って、バーって。いやいや。ポンって。でも本気ですよね。本気だよ、本気、ね、本気だから。でも全国に行けなかったからもうサッカーやめようと思ったよ。マジっすか。いや、なんか、いや続けてくださいよまあそうだね、まあ、続けるのもやっぱね、やっぱいいことだし、ずっと続けてれば続けてるだけ、はい、でもやっぱこうやって指導にね完全にこう移行されてるとやっぱ見方も変わってきたんじゃない。そうですね、あのプレイヤーやってる時の自分には確実になかった考えとか今はありますし、逆に今の自分が10年前とかの自分に振り返ると、まあ、全然違うなっていうのはありますから、まあ、そういうのを常にこう何ですか、リニューアルして選手たちに伝えていければなという、うん、一緒にですね、選手たちと一緒にレベルアップしていきたいなって感じです。どう、こうなんかチームがなんとなくこうね、あやちゃんとか見たことないけどなんか雰囲気は伝わるんじゃない、どんなこう知識を教えるチームっていうのは。はい、もうなんかすごいいい雰囲気でみんながのびのびとやってそうだなっていうのがすごい伝わりましたし、千島さんがあの現役を引退されて も常にやっぱりこう何かしらサッカーと関わっていたい、携わっていたいっていうのがすごい伝わりました。ありがとうございますもうコメントの質が高い。あ全部言ってくれてますもう今何を言っても俺はこのコメントをしようしようと勝手に思ってましたよ。本当ですね、本当に。でも本当に言ってくださったように選手が伸び伸びとやることが一番のこう僕らが見てても楽しいって思える要素なので、まあ、僕ももともとサッカー始める前に近所の道路でストリートサッカーから始まってるので、やっぱブラジル あのサッカーがやっぱり強かったり、ああいうレベルの高い選手がもう国中にいっぱいいるじゃないですか、うん、多分それってストリートサッカーやりまくってる国だと思うんですよ。文化だからだと思うんで、いろんな年代でね、代同じ学年じゃなくてちょっと上のお兄ちゃんとかとも一緒にやったり混じってやったりするのが、うん、で実際僕もあの大体2つ上とか1個上2つ上3つ上ぐらいのお兄ちゃんたちと5、6人で毎日毎日暗くなるまでサッカーやってたのが今でいう平日のスクールみたいな感じだったので、そうだよね、クラブは土日しか活動なかったんですけど、平日は一人であればもうリフティングをひたすらもう2時間3時間やってる、でそうやってお兄ちゃんたちが集まればミニゲームをどころでやるっていう毎日だったんで、まあ、それが本当に培ってるなっていう自分の中でもあるから、その要素を今でも忘れずにというか、ちょっとクラブサッカーって習い事になりつつあるそうだねがあるんで、なんかこうブラジルのあの文化を日本にそのまんまっていうわけにはいかないですけど、要素は入れていきたいなって思ってるんで、やっぱサッカーの延長はそもそも最初は遊びから始まってるから、
その遊び心を忘れずにサッカーやるっていうのは絶対忘れたくないところですね、はい、いやいい話、はい、いい話何何笑ってんのまだ俺がエンディングに持っていくんじゃないかみたいなそろそろ持っていくんじゃないかなって思ってそうだよね。いやでもね今こういう話聞いてやっぱもう知識でねチームの雰囲気とかやっぱブラジルとか、はい、そういう話が出て、はい、もうここで一回ちょうどハーフタイムに入るんで、はい、そういう知識が、ね、好きな歌を今日はね。ではケイナーンでウェイビンフラッグ。エビテツのゴーゴーフットボール。ケイナーンでウェイビンフラッグでした。いやノリノリ曲だね。いやいい曲っすね。サッカーやりたくなっちゃいますね。これ、これ聞くとやっぱサッカーやりたくなっちゃう。ボール蹴りたくなっちゃいます、ね、ああなんか血が騒いじゃうんですね。騒いじゃうんだ、はい、もうやっぱ赤い血とちょっと黄色い血だったり、はい、またねアルゼンチンの要素も持ってるもんね。あそう言ったんですよね。何年前、ね、5年前ぐらいですかね。アルゼンチンサッカーもやっぱ南米のサッカーが好き。はい南米サッカー好きですね、はい、アルゼンチン行ってたよね。リバープレートの違ったっけ。行きました。行ってたよね。はい5年前あれ子供連れていかなかった。あ当時の教え子と一緒に、はい、そうだよね。彼らの留学として短期留学として付き添いで、はい、根っからのだからもう南米好きだし、うん、個人技好きだ。そうですね。もう長いもんね。チームもフューチャーもどれぐらい。あフューチャー自体はもう7年目になりました。あ7年目が入ってる。じゃあほぼあでもスクールからなのでジュニアユースとしては2年目ですけど。あでもそうですね7年目です、ね、あそう、はい、あじゃあもう着実にね、うん、川越でもどうでも子供減ってる感もあるでしょ。どうなんすかね、まあ、そう言われますよね、はい、でも簡単じゃないですし逆にクラブが増えてきてるので、はい、そこは頑張らないとな、ね自分が教えているのは少年団つってクラブチームじゃなくて、はい、この小学校だったり町の人たちがこうチームの近くに住んでる人たちが来るようなとこなんだけど、やっぱもう人数不足がすごくね、この学年はいっぱいいるけど、うん、この学年は少ないとか、まあそういうことが起きてるから。そうですね聞きますね。ね、はい、取り合いとかっていうとなんかちょっと自分は違う気がするんですけど、うん、でもやっぱりクラブが増えるとやっぱりね子供の数が減ってって、うん、そういうことは起きるよね、はい、でもやっぱ色があればさそのチームの、はい、その色に対して子供だった親御さんたちが選んでくるでしょ。そうですよね。僕らもあまり周りがとかっていうのは気にするんではなくて自分たちがこうしたいっていうところとあとはやっぱり自分たちの信念を持って、こういうカラーのある魅力を持ったサッカーチームっていうのがあれば例えばそこに共感してもらった選手が来てくれたら一番だなっていう、はい、気持ちですね。子供たちの中でこう今の子供たちってサッカー熱とかってどうなんですか。いや意外と、うん海外の選手をよく詳しかったり、はい、あとスパイクのメーカーがどうのこうのだとかっていうのは自分よりも詳しい子とかが結構いるので、うん、サッカー熱が例えば昔の自分たちの子供の時よりないかって言われたらそんなことはないんですけどサッカーに何ですかね対する、うんうん、なんていうんですかねやっぱなんだろうさっきねチッシーも言ってたけど昔はスクールとかそういうのをやってるとこなかったからもう小学校に行ったり、はいね、サッカーできるグラウンドにいろんな人が集まって、ね、いろんな風にこう、まね、スクールは例えば週 2,3 とかなってるけど、うん、学校に行っちゃえば毎日やってたような。そうですね。でそういうのはあったよね、うん、昔は。そうですね。なんとなくこう今お金を払ってやるものみたいな感覚のなんかもありますし、うん、昔は逆にね今エビさんがおっしゃったようにスクールがなかったので自分から やらないと環境がなかったですもんね、うん、そう、まあ、その違いがでだから本当に今ねスクールをやられてる、ね、知識の前でこういうこと言うのもあれなんですけど少年団でコーチやってる時は、うん、子供たちにそのサッカーの場をスクールに求めてるんじゃなくて、うん
もうサッカー好きな子はもう自分でボール持って、ねね、公園なりグラウンド行くって、ね、はい、サッカーはどこでもできるんだよって、うん、いや本当にそれだと思います、ね、あ、僕もあの教えててなんだなと思うんですけど、そのサッカーお金払わなくてもいっぱいできるじゃんっていう気持ちもどっかであるんですよね、はい、だから逆にお金をいただいてやるからにはプラスアルファ何か価値のあるものを提供しなきゃいけないっていうところはもちろんあるんですけど、でもなんかそのグラウンドでうまい下手とかっていうことじゃなくて環境ですよ ね、 そうだね、文化ですよ ね、 そうだね、公園で、あ、野球サッカー禁止とかじゃなくて、なんかこう参加できる場所をもっとたくさん増やしてほしいっていうところですよね。そこだけです。そうだよね。今はもうあの例えば、ね、高校選びとかも人工芝があるないとかでこう進学を場所のチョイスに入ってきちゃうっていう話もあるし、はい、でスクールもやっぱりフットサル場だったり少し大きいグラウンドの人工芝だったりっていうその環境面は、はい、いいのには越したことはないんだけど、うん、でもさっき言った通り、ね、ストリートサッカーだったらボール一つあればどこでもサッカーできるっていうのがすごく醍醐味なスポーツのはずだからね、はい、うん、そうですね。そうですね。人工芝と土のグラウンド2つあります、選んじゃうみたいな感じになっちゃってるので、うん、そうじゃないでしょうってとこなので、サッカー本当にボール一つさえあればできるよっていうところだから、そこを文化にしていければなっていう。そうだよね、はい、やっぱあれじゃないの、このさっきねあやちゃんも歩いてきたし一緒にあのチッシュも歩いてクレアモールで、クレアモール、あそこドリブルするような子供たちが、そういう子供がね、うん、もう歩いこう来る人通行人をドリブルでかわしていくようなでそしてそれを怒らない大人っていうのを作んないとダメですよね。ここでサッカーボールされちゃダメだろみたいな、ね、お前うめえなっていう風にね、していく大人が増えていくといいんですけどね。あれじゃない無理ですかね。いや俺はね、うん、ついにこのクレアモールをドリブルで行く子がもうその子はずっと追ってきたい。いや素晴らしいです、うん、マジで俺もそれが夢ですね。見たいですよね。あれじゃないの、フューチャーのプロモーションビデオで子供たちがドリブルしてあの通行人をいろんなフェイントで抜いてくる。今やって大丈夫ですかね。どうなんだろうね。そういうのがあっても、ね、うん、あ、そう、そのぐらい立ち向かっていかないとダメかもしれないですね。そう、やっぱりね、ああ、それぐらいサッカー好き、そうですね、どこでもサッカーできるっていうぐらいだから、ああ、うんうん、つけなくないと変わっていかないですよね。そうだね、また埼玉はサッカーの街ですから、そういうのもやっぱり他のところに比べたら確かに認められるのかもしれないですよ。応援してください。いや応援しますよ。応援してください。あのやってください、そのもうもうシレッとおドリブルを、ね、やってみますか今度。でも、まあ、そういうふうなサッカーがね、はい、どこでもできて文化になっていろんなところでこう、ね、ユニフォーム着てる子たちが増えたりさ。いや本当に僕この間 SNS でシェアしたばっかりなんですけど、やっぱブラジル の、 その動画が上がっててビーチ一面で何やってるかってば、こうあのなんていうんだろう、ドローン、ドローンでバーって近づいてたら、うん、みんなサッカーやってるんですよ、ビーチで。あ、こう本当にいる人全員サッカーやってるんですよっていう動画と、チャリ乗りながらヘディングして進んでこうポン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 ってやってる動画と、だからそこら辺にいるお姉ちゃんおじちゃんにボールポンってやったらリフティングめちゃうまいとか、うん、あーもうやっぱ違うんだなっていう。それに日本は日本特有固有の素晴らしさがあるんで、あれにはならなくていいんですけど、その要素を取り込んでいきたいな。すごいね、その動画見てみたいね。見たい。もう一応あれでしょ、上でこうドローンがあって、はい、人がバーっていて、はい、こうビーチで寝そべってるのかと思いきやドローンがぐわーって近づいていくと、はい、みんなサッカーじゃんみたいな。 3,4 人組の人がボールをこう落とさないようにリフティングやってるグループが何百何千っているんです、うん、あ、でもそれくらいこう日常的なそういうことですよね。そういうことですよね。すごいね、ブラジルの子はこう、うん、こうなんだろうゲームしてないのかね。そう、なんか日本だとみんなこう携帯、うん、スマホとか触ってるじゃないですか、うん、それがサッカーってことですよね。サッカーボールなんだろうね、はい、全員ではないかもしれないですけど、うん、確実に割合は多いですよね。すごいね、それはあんな、ね、選手が生まれ、
あんなサッカーを見せてくれるよブラジルも。そうですよね、まあ、そういう価値を持った国民が多いっていうのもあると思うんで、まあ、日本はね本当にいろいろある意味逆に考えるといろんなことがあって幸せな国なんで、それはそれで素晴らしいと思うんですけど、そうだね、サッカー好きからするとそのサッカーの割合をもっともっと増やしたいっていう、もっと文化がね、はい、それはわかる、うん、でもまあそういうふうにね子供たちを根ざしてやってるんだから、すごいね指導者ってすごいよね、うん、本当にいろいろ考えなきゃいけないことばかりですもん ね、うん、そうですよね。それがまあ例えば僕が指導者を始めた自分、当時の自分と今の自分、もちろんまた5年10年経った時の自分が振り返ったらどんどん違う、あの今の考えはまた更新されてると思うんですけど、うん、まあ、そうしていかないと時代についていけないですよね。そうだよね、責任も多いんじゃないですか。責任しかないですよね。もう責任しかない。やっぱり指導するとやっぱり直接多分彼らの人生とか夢にもうちょ触れてるので絶対影響があるじゃないですか、うん、その彼に。だからまあ細かく言ったらなんだかよくわからないですけど、大まかに言うとなんかポジティブになればいいな、彼らの人生をポジティブにする役割の人になれればいいなぐらいにしか思ってないですけど、うん、はい、あでも逆にそれぐらいがいいのかもね、うん、ガチガチになんかこういろんなこ、ね、ね、自分の理念とかなんかあろう、はい、こう思ってこう教え込むよりかは、うん、そうですね、あのみんな価値観も違うし目標も、今いるメンバーも本当に今中学校3年生の子はあと半年もなく卒業しますけど、一気にバラバラになるので本当にそれぞれの人生で活躍とかあの幸せな幸福度というか、うん、幸せな気持ちを持ってできればサッカーで進んでほしいですけど、うん、まあ、それサッカー全てじゃないので、またあの彼らの人生がなんか気持ちよく進めばいいなっていうとこしかないですよね。なんかチッシーがなんか大人になってってるのなんか最初出会った時はもっとギラついてて、ギラついてました、ギラついてたけど、やっぱり子供たちやりいろんなことを触れ合いながら、ね、いろんな将来とか未来のことを考えながらやってきてるから、なんか全然チッシーじゃない、今日いう人は。でも本当逆に子供に教わりますよね。教わってる、教わりますよね、あ日々、はい、いや今ちょっと今好感度上げるために言ってみた、本当に本当に本当っす、本当、はい、でもこういうなんか指導者に教えてもらう子供たちもいいね、やっぱりこうプロとしての経験がある方からの指導っていうのはやっぱり子供たちの年代で関わるってなかなかないじゃないですか、うん、そういう意味ではすごい大きな経験なんじゃないですかね、うん、子供たちにとって。なんかあんまりそこを、うん、まあ強みでもあるし、うん、自分にしかない経験とかっていうのもあるので、うん、そこは強みにしていきたいですし、なんか変な意味で使わずいい意味で使えるようにしていきたいですね、うん、はい、いや十分に出していいと思うよ。ちょっと昔の話になるけどさ、水戸黄門のさ、はい、黄門様がさ、はい、賀来さん、助さんが最後に出すじゃん、印籠をこうやってね、はいはい、もういいんじゃんよ、俺恨まれてたけど何かって。なるほど、こうこれ見逃しにすか、あ僕が恨まれっつうなんですけど何かみたいな。いやなんか僕もレッツでもう本当に先ほど名前挙げたようなレジェンドの先輩たちのようにスタメン張って活躍して、さらに A 代表とかでもめちゃめちゃ活躍してたら、ちょエビサミでこうやったかもしれない。何かこのエンブレムが目に入らぬかってそういう、大活躍っていうのがなかったので、はい、そこは謙虚に行くしかないですね、はい、素晴らしい、はい、謙虚って大事ですよね。一番大事だよね、うん、俺みたいにねこうニャハハハハってそんなやつはねダメなんですって。そうですね、やっぱ謙虚が、謙虚が一番大事、謙虚に頑張ります、うん、うわー、うん、素晴らしい。そういうのも子供たち学んでるんじゃないですか。そうだね、うん、そう思う、うん、もう謙虚さ自分のね携わった子供たちが今フューチャーで頑張ってるという話を、うん、お父さんとかから聞いてる。本当ですか。そうそうそう、で、うん、嬉しいよやっぱそういう。でももう40代男性なので多分年々動けなくはなってくると思うんですけど、でも恵比寿さんみたいに日々
影でしっかりトレーニング積んで動ける体をなるべく長くキープして、あの彼らにとってそこら辺にいるうまいおっちゃんであり続けたいです。そうだよね、はい、そこはやっぱ子供たちもやっぱり知識がさ、やっぱなんかね、リフティング一つにしたり、うん、シュートに一つ で一緒に紅白戦とかやって混ざった時とかに、はい、なんかそのやっぱり元プロ、うん、元浦和レッズの選手っていう風な目でやっぱ見るじゃん、うん、その時に何か見せてくれたらやっぱ、そうですね、やっぱそれは違いだと思うよね。生で目の前で見せてこう刺激を与えられる、 あれ俺もやりてえなとか、ああいうのできるようになりてえなって思わせれたら絶対いいですよね。いいよね、もうそりゃそうですよ、うん、僕もちっちゃい頃多分一番のコーチはもちろん少年団の監督もめちゃめちゃ尊敬してましたけど、やっぱりマラドーナとかロナウジーノの動画を見て真似するのが一番の教材だったんで、やっぱりそれの一番身近な存在でありたいですね、子供たちにとって。いやー素晴らしいわ。もうずっとこのフューチャーをね、僕はあの最初に取り上げた時からもずっと応援してるし、はいはい、ありがとうございます、ね、最初はスクールだけだったけどね。そうでしたね、本当そう、はい、そうやってまあ大きくというかあの進化していきたいなと思っているので、まあそれがいずれ結果的に強いチーム、全国目指せるようなチームになれば一番いいですけど、まずは個々の育成ってところがやっぱりメインです、はい、川越から世界へですもんね。そうですね、あ素晴らしい、スローガンでしょ川越から世界へクラブとして行くというよりも自分たちと携わった人間が世界で活躍できたらいいですね。いいよね、はい、だって今さ活躍する場ってさ、うん、別に J リーグだけじゃなくて、ね、もうね一番近いアジアでもそうだし、うん、あとはやっぱり南米だったり、はいね、昔から南米に行くっていうのもあるし、ヨーロッパもいっぱいね選手行ってる中だから ねそういうので行ってくれて活躍するだけでもやっぱ全然違うよね、うん、はい、もうだってキャプテン翼さんの話が今リアルになってますよね。もうリアルだよね、はい、すごいよね。すごいっす、もう考えられないよね。海外に行くのがもう当たり前だし、あのまさかねキャプテン翼くんがバルセロナのユニフォーム着てるなんて、はいはい、もうありえねえぜって思ってたのがもうそろそろですよね。もうそろそろですよ ね誰なんでしょうね。誰なんだろうねバルセロナで何でしょうね。でもね、あのバルセロナの、 あの下の B で頑張ってた阿部君が今度レッツに入っている、うん、で彼もねほら一応バルサのユニフォーム着てたし、ね、もうああいうね久保君もそうだけどもう当たり前になってきてるからね。父、ね、の教え子がいつかね、あ本当に何年後にこう出てくることあったらどうする、うん、どうするどうする嬉しいでしょ、ね、まあ、J リーガーなれるのも嬉しいでしょ、うん、で大学サッカーでね高校サッカーでまた、ね、頑張ってる姿も見るのも嬉しいでしょうし、うん、それが川越出身の子だったらもう本当に誇らしいですよね。やばいよね、まあ、荻原君とかね今頑張ってますけどね。頑張ってるよね川越出身。この間ブライトカフェ来られたんですか。来てる来てる、あの俺川越出身の J リーガーって調べたの、はい、結構いるんだね。もう増えてるんですね。いやもうね20人ぐらいいる、それもちろんちょっと上の方も入れると、うん、で現役もすごくいる。びっくりした、ね、一応ね検索するとダダダダダって出てくる。ぜひね。あでもその話で振りあの遡ると僕が当時現役やってた時って多分川越だと3人ぐらいしかいなかったんです。それが今20人ぐらいいたかな。びっくりした。なんかいずれは川越出身の元 J リーガー現役 J リーガーでなんかイベントできるようになったら本当だよ。川越の子供たち一気に集めて、はい、どっかグラウンドを抑えちゃえ、グラウンド、ね、いいグラウンド、サッカー専用グラウンドがあればいいんですけど ね川越ないからね。もうみんながそうスタジアムっていうのもないし、天然芝は、まあ、川越陸上競技場あるんだけど、うん、それ以外ではこうサッカー専用の人工芝、ね、天然芝がないもんね。ないですよね。まあ、そういうのができてね、うん、もう川越のから育っていった J 元 J とかの人がすごい素敵ですね。それできたらね、はい、やれるんじゃない。応援してください、うん、みんなでこう集めて、はい、やあちゃんいいと思います。千島さんが作る
そうですね、と先頭切って今だって言い出しっぺだからね言っちゃいましたね。そう、今大体言い出しっぺだから言い出しっぺが大体承認めっちゃいますね、うん、はい、大体言い出しっぺがいろいろやら、あの管理事務作業ぜひ皆さんサポートしてください。ああ今、はい、よろしくお願いします。ぜひそうですね、一回みんな集合かけましょう、はい、知ってるのどんどんつてを伝って、まあ、さんいれば大丈夫です。いやそんなことないからいやもうねこう話してきても、はい、残りも5分切っちゃって、おあっという間です ね、 ねこれがね今日は赤の、ね、北川彩ちゃんが初回っていうのがあって、そこにふさわしい、はい、ね、千嶋徹さんが来てくれて、まあ、千嶋もね、あのこれからね、チームのセレクションだっていろんな話あるでしょ、はい、いいですか。もちろんあのちょうど、本当に今リアルタイムで、川越フューチャージュニアユース中学生年代の第4期生、2024年度1年生の子たちの募集を、練習会セレクションがちょうど昨日あの公開したばかりなので募集してますので、ぜひあの一緒にサッカーやりたい子集まってください。よろしくお願いします、ね、はい、もう結構番組今この話でいっぱいフューチャーの良さだったり、うん、チッシーの考えてるそのチームだったり子の育成っていう話はやっぱりこう聞いてきたんだけども、よりなんかこういう子を来てほしいってこういうっていうのあったら、うん、もしいやもうあのやっぱりまず一番はサッカー大好きで、あのもう主体性持ってサッカーやりたいっていう子があの一番なんですけど、まあ、それ噛み砕いてもっとあのプレー的に言ったら、もう本当にアゼリアの子みたいに本当にあの子の、テクニック持った個性のある選手の集まり、個性派集団作りたいので、ぜひそういうあの自信がある子がいたら来てほしいです。いいね、川越でブラジルのような、うん、個性派集団を、はい、それをチームにして、いいですね、見てみたいですね、見てみたいね、もうね、も、うん、俺もだよね、俺も見てみたいです。そうだよね、でも今もうこの技術をさ身につけるっていろんな YouTube とかで見れて、うん、ドリブル一つ、うん、パス一つとかさ、うん、やっぱもちろんサッカーのレベルどんどん上がってるよね、うん、上がってますけ ど僕はお、そこもそうなんですけど、野生味あふれる選手も欲しいですね。野生味あふれる、ドリブルこうするんだよとかじゃなくて、もうなんていうんですか、こう魂でサッカーやってるような、なんなのそれみたいな。わかるよ、そういうもうこういう半袖をまくっちゃうようなね、あ、まあ、あの短パンもこうまくっちゃうようなそうです ね、はい、ちょっとヒューガ小次郎的な、そう、もうそういうことだよね、うん、はい、まくっちゃうみたいな。そうですね、なんて説明すればいいかわかんないですけど、うん、もう魂でサッカーやってる、うん、こう欲しいっす。まあ、それがなんかテクニシャンじゃなくてもこう泥臭いような、もうそういうことですね、ギラッギラしてるようなやつ、俺サッカーしかねえよっていう感じの子が欲しいっす。ああいいねそういう子ね、見てね、いや俺はもう勉強とかどうでもいいんだって俺にはサッカーしかねえんだよ母ちゃん母ちゃんってでもきっとそういう子はあの絶対応援したいと思います。そうだね、お父さんもお母さんも、うん、僕らも応援したいと思うんで、これはねぜひぜひあの YouTube、インスタ、はい、を見ればそのセレクションの日とか、はい、日程とかホームページ、ホームページ、はい、確認したら出てくる、はい、出ます、よろしくお願いします。いやそういう形で本当にもうフューチャーと千嶋徹さんの良さが十分に僕は分かりましたね。愛ちゃん本当にまるまるっと濃い1時間でしたね。そうだね、はい、イケメン度具合が上がったよ顔が濃いですか。顔が濃いよ今更顔が濃いですよね、うん、今更顔が濃いです。もう最初初対面からもうそう思うよねいやこういう形でね、はい、北川彩さんがねマンスリーの初めての初回、はい、どうした感想よかった。いやもう千嶋さんでね、よかったです。よかったよ、ね、本当にありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。同じ赤い血がみんな流れてる。ああ嬉しい嬉しいです、嬉しいっすね、はい、じゃあもうそういういいコメントもらってね最後締めたいと思います、はい、本日のゲストは川越フューチャー代表千嶋徹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゴーゴーフーゴーゴーフー
この放送は川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様、相続遺言各種登記などお悩みを解決します、川越の竹内司法書士事務所、姿勢が変われば明日が変わる川越ケアラボ整骨院のご協力のもとお送りいたしました。ありがとう。